この人え、知ってんの？え、私お姉ちゃんに言ったことあるこの話。あっ、てか、あるじゃないか。え、邪魔してるやっぱり私の話。え、待って待って、すごい思った。ちょちょちょ、え、どの人？あ、あれじゃない、あれじゃない、あれじゃない同じエピソードがあったの？うん、違う、だって人の勘違いしたら、ね、いや、なんか、ね、よく一緒にいられたから、うん、あ、そうなのかなと思ったの。あ、びっくりした、びっくりした。そうだったんですね、なんか余計なこと言わないそう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 、ひど、うん、いね。お金ないから帰りますってするからね。せめて言わせてほしい。そう、言え、で、そうね、なんか知らないけど、あのリルグランビッチちゃん知ってる？うん、知ってる。その日にそのリルグランビッチちゃんのお店行って、うん、マティーニガブ飲みしてベロベロになった月9みたいなんかね、うん、憧れだったから、マティーニ憧れだったから、昔のね、これね、千戸明穂や、そう、千戸明穂、浅野温子さんとか飲んでたね、101回目のプロポーズで、あれ飲みたいと思って初めて飲んだ、酒しかでしか作ってないのあれね、そうそうそう、すんごい強いのよ、すんごい強いの、あれを3杯ぐらい飲んでベロンベロンになって泣きながら帰ったっていう、うわいい、ドラマ作ってほしいですね。いやいや、ちょっといい話だからね、いい話だね、これ傷ついたと思うけどさ、まあ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 、いい思い出よね。傷ついたと思うけど、エピソードとしてはすごくいい話なんで、うん、あ、結構、うん、得点高い、ちょっとグッときちゃった、 ありがとう、うん、やってさらにマティーニで、さらにレベル上がった、憧れのね、憧れのものそう、うん、コスモポリタンとかマティーニとかね、セックス&ザ・シティとかね、あの辺はね、うん、まあいいわね。でもさ、最近ないね、ない、そういうの本当にない。君のここがいいって言われたらないの？ないね、ないんだ、うん、ない。あと、いいし、うん、だから足綺麗だねとかさ、あ、だからそれはもう、うん、あの最近人に褒められたのは、うんうんうん、あの泉に褒められたぐらい、それが一番嬉しかったぐらい、うん、あと男になんて言わないからね、うん、言われないんだ、言われない、言われない。泉にはだから、あのお姉ちゃん遠くで見たら綺麗よって言われたあ、そう、舞台映えするっていうのをなんとかうまく言いたくて、そっかそっか、遠目で見たら綺麗だねそう、それ悪口になる時もあるから、そうだよね、うん、気をつけない、ちょっと寄ったら、そんなこと言わないから、そうそうそう、気づけるから、お前そう、気づけよっていうことでそう言うけど、うん、いや、ないね、恋もしないし、さっきもね、あの、小倉ちゃん来る前に言ったけど、あ、そうなんだ、なんかね、そこいうの話に芽生えちゃって、うんうんうん、あのないよねって、もうその人を好きに なるなんかシチュエーション、気持ちがあんまないみたい、ムーブというか、なんか、ね、そう、なんでことがない、やり尽くしてない、全然、うん、全然だって、お付き合いしてた人数とか少ないもん、意外と同棲長かったりとかしたもん、ね、同棲がね、長かった、うん、あ、そうか、そうか、でも一人ね、うん、あのキンキンであのお付き合いしてた人が、あの、いや、それでもキンキンって言っても、私のキンキンは10年前だから、ね、そうそうそう、あの、どこだったこの姿、うん、で、うんこのコンテストの女装でこうなんかバーッとさ、切ったのだしね、うん、そう、それを見て好きになってくれて、うんこのコンテストが分かんないんだ、うんこのコント、あ、うんこのコント、ショータイムでね、あ、うん、そう、コンテスト怖いよね、ちょっとねそう、うんこのコンテストって、ね、なんかどういう色、香り、どういう風に量勝ち進んでいけばいいのか、うん、重さとかね、そうね、いろんな部分がある、そう、量部門もある、量部門、色部門、あ、そう、色部門、香り部門、そうそうそう、山形部門、そうそうそう、あるんだよ、いいのよ、いいのよ、そうなのよ、そうなのよ、そう、その賞味でね、だから、それは嬉しかったよね、そうだよね、そう、結構その自分の際い部分見たところでも好きって言ってくれるのってさ、最大限の愛の気がする。でもね、関西、これは私のね、もう個人的見解だけど、関西圏の男の人と関東圏の男の人のなんか感覚がちょっとやっぱ違うなっていうのを感じたんだけど、関西の方と付き合う方が多いよね、うん、で、なんかもうこういうさことしてるとさ、うん、もうここだけなの、見るのは、うん、どっちが、あの女装っていうかさ、うん、あの、関東、うん、関西圏はこれはこれ、脱いだらこれはこれ、うん、別で考えてくれてる、そうなんだ、そうで、これはこれで面白いと思う、はいはいはい、そうだけど、こっちはこっちでちゃんと存在するから、うん、あ、そういう考えの人が多かったからね、私の中、はいはい、お付き合いした中では、うん、そう、だから関西に行こうかなと思って、だから大阪好きなんだけど、うん、そういうのない、感じない、あんまり、どこどこの男はいい、
そう、福岡かな、やっぱ一番セックスできるのは。西だよね、やっぱね、全部ね。西の方がだって、女性の差って結構。芸事って思ってくれるんじゃない？そう、だからそういうこと、そういうこと。そういうことか、そういうことね。うん。関東系はさ、なんかさ、そうだね。スノップよ、やっぱり、もう、ね、関東のとこって。パッて見てね。そう、え、女装してるんですか、バッチみたいな。そう。で結局だから、その、去年別れた男は、その関東、その、茨城の男なんだけど、うん、それが原因だったの。え、じゃあ、え、知らなかったの？知ってたんだけど、頑張ったんだけど、ダメだったみたいな。でもなんか理解しようって頑張ったけど、ちょっとダメだった。それでどの段階で言ったの？最初から知ってたの？最初から、うん、最初から。あ、最初から知ってた。そうそうそう。じゃあって話じゃない。知ってんだったら別に受け入れられよって思う。あと日にち悪くねって思って。そうね。もうちょっとあるだろ。私前に言うって。なんかいたと思うよ。え？あ！保険のとこが。本当？ちょっと。だって時期的におかしくない？そうだね。23日って。騙されたよ。そこで振るっていうのは絶対24、25の男がいたんだよ。ちょっと見せ場も調べ上げよう。ごめんね。調べ上げよう。傷つけるつもりなかった。でもまあそうだよね。なんか。あ、そうだよね。多分そうかもしれない。そうだよね。そうだね。泣かないで。うん、野菜食べて。泣かないで。泣かないで。ね。泣かない。また邪魔してる。邪魔してないやだし。めちゃそうだね。歌好きだから。うん、歌好きだから。切なくなっちゃったね。なんかね。西のとかはいいわ。でも確かに。西に逃げようかみんなって。西に行こう。移住しようか。うん、東から女装が一人もいなくなる。みんな西にガンダーラがあると思って。太陽系。西に行けば幸せになれる。そう。みんな西に行こう。大きい荷物持ってたからみんな行こうよ。三蔵法師みたいなこと言って。助走が列を出してね。いい道中で人助けをし、脱落する者も現れる。現れる。やっぱり。やっぱり東京がいいとか言ってる。いや、私名古屋で降りるわ。ああ、そうね。そうか、そうだよね。まあ、静岡でね、早々に降りる人はね。あ、そうです。行こうよ行こうよ、みんなでも。旅行来たよね。あ、旅行ね。ちょっとプチ女子旅みたいな。そうだね。行きたいね。枕投げとかした。やったことないから。あ、修学旅行とか本当に？なんか結構学生時代暗黒だったので私。あ、そうだね。うん。暗黒部屋とかなかった。マネージャー私何にも言わなかったじゃん、そんなこと。暗黒時代なんてね。うん、そうだった。隠してた。ごめんね、勝手になんか元気だった。慰めたりとかできなくて。元気だった。元気だった。平気なふりしてた。ん？平気なふりしてた。あ。けなげー。すっごいけなげ。それがやっぱいい女につながってんじゃないの、うん、私今青春してる、うん、そのいいことだよ。ない青春を今取り戻す。だから枕投げしたいの。なんていやいや、てめえが枕投げしてっつったんだろ。違うのか。そうだ、酔ってるからちょっと5分終わりで。ごめんごめん、ちょっと言い方きつかったわ、ごめんね。酔ってんだよね、てめえとか言っちゃうじゃない、うん、やっぱ族長の出ちゃう、ヤンキーだったから。出ちゃうから。ここはしょうがない。たまにね、うん、そう。やめられないんだもん、金髪。そう、もう、八百屋なのにこんな髪の色よ。うん、しかも、きっちり根元までだよ。そう。痛いの、本当にもう。プリン許さないのから、ね。許さないから、本当に。気合入ってるから。3日に1回だもん。だってすぐ入れるでしょ。すぐ入れる。そうそうそう。出ちゃう、気をつけて、あんた。ね、ここ危ないんだから、本当に昔ね、いろいろ。青春ね。青春ね。今、青春なんだ、あんた。よかった。ね、じゃあなんか謳歌して、ああいう可愛いことの変な旅とかも。ちょっと大丈夫ねえ、ちょっとさ、き、ねえ、えい、しようしよう、えい、しようないかな。ねえ、あんたやっぱ疲れてんじゃない。うん、まあちょっとトマトで疲れちゃった、うん、あれで、ね、もっとトマトのせいにしたら悪いわ。気の毒よそれ。やめて、食べ物のあんた整理しないでよ。ちょっと疲れないよ。じゃあ分かった。じゃあやってみたい青春っぽいこと。今やりたいことね。そう。いいじゃん。やってみたいことな。グランピングとか。グランピングとか。おしゃれキャンプ。おしゃれキャンプ。そうそうそう。だいぶパヤついてるけど、ね。そうだね。お金かかるね。しかも、うん。お金かかること好き。うん、なんだろう。グランピングね。朝日を海で浴びたい。だから今さ、ドーム型のあるあるよね。半透明みたいな。そう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 。大洗いにあるの。
大洗にあるんです。大洗にあるんだ。いきな調べてんだね、しかも、うん、行きたいっていうのあるね。じゃあ企画しないすぐ集まるって、あんたが今一声かけたらさ、みんな来るで、インフルエンサーなんだからさ。確かにね。何もってインフルエンサーなの。なんか人気があって人に影響力があるからインフルエンサーでしょ。大丈夫だよ、いけるよ、うん、やってみようかな。結構普通だったね、しかもね、青春がね。そうだね、なんかね、意外と、うん、普通だった、ね、なんかそこら辺の読者モデルがいいそうな、なんか、そう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 、ね、グランピングですかね、うん、たまに行きますね、うん、なんか自分に戻れるっていうか、うん、みたいな、そういう感じです。じゃあちょっと一昔前の、うん、あ、スムージー飲んでますぐらいの勢いだと思う、アサイーボールとかそういう感じ、うん、浅いんだ、私、じゃあないんだよ、うん、中身ないんだ。いいいいよ、それでいい。これから肉付けしていけばいいんだから。何したいかな。なんかしたいことある？なんか青春っぽいこと。青春っぽい？だいたいやったんだよね、でも。どんな青春？キャンプとかしてるしね、実はね。そうそうそう、いやいや、私ほらソロキャンプすっから。そう。すごい。ね、あのホットサンドみたいな。ホットサンドね。うん、そうそう。なんかいい。ね、なんかまたなんかで流れててなんか美味しそうだなって。あ、本当に、うん、でもフォローしないでしょ全然いいよ、全然いいよ、あ、いい、適度な距離感って大事だから大事大事、うん、あんまり仲良くなりすぎてもしょうがないから、久しぶりだしね、でもなんかしたいのとか行きたいのとかって言われると、うん、パッて出てこないから、うん、本当になんか欲がない生き方してんのかなと思っちゃう、自分でだから大丈夫かなと思っちゃう。観光地とかもどこ行きたいとかない？ないないか。したいこともない、買い物見たいものもない、なんか特にっていうのがない、考えて出てくるって感じだから、パッとこうやってグランピングとかよく出てくるなって感じ。でも私行きたいとことかすぐパッて出てくる、うん、だから常にアンテナ張ってさ、そうだよ、生きてんだよ、まだ生命力あるんだよきっと。あ、そう、いつ、うん、ないの、なんかないよ、ないんだ、うん、多分生命力意外とないもんだよ、ね、じゃあ私こっち側だ、そう、ここ、ああ、なるほどね、バカお組ひどい、ちょっと後ゆっくり話そっか